こうなってるの。なってます。なってます。今日も張り切ってまいります。コインください。コインください。コインちょうだい。今日もビアガーデンからお届けします。お、止まった。音が止まった。いいね、すごい。よかった。もうすぐオンエアです。今日もよろしくお願いします。コインもお願いします。リッキー、シカのレッツ深呼吸の時間がやってまいりました。はい。8月8日、うん、6時を回ったところです。はい。今日も、ビアガーデン B サイドからお届けしたいと思います。はい。映ってますか ね。今日はですね、すでにあのビアガーデンのお客さんがもう二十数名ほど入ってて、ね、あの楽しくお酒飲んだりして、はい、いいな、はい、ね、見たいね、いいね、うん。まあ、目の前で先ほどまで、ね、工事してたんですけど、うん、これすごいよね。あの何ユンボがさ、ここから見る範囲でもさっき数えたら、うん、30台ぐらいユンボが ね、いっぱいいるよね。そうで、目の前でさっきまであの3機が動いてたから、うん、ものすごい騒音だったけど、あの、ね、オンエアまで大丈夫かなと思ったら、あの6時で仕事が終わったみたいです。ピタッと、ね、終わってくれてよかったね。まあ、あの8月8日ってことで、昨日ね、うん、帰り際に空見たらなんか満月みたいな。そう、今日が満月で、今日が満月、今日が満月、ね、うん、8月8日末広がりの満月って。やばいね、今日なんかあるね、これね、なんかありそうじゃない、ね、いいね、はい。あのそうそうそう、高校野球もね、はい、あの甲子園も始まったってことで、うん、皆さん見えますか、あの興南高校のね、タオルを持って、ずっと甲子園を応援したいと思います。はい。ね、台風5号がちょっと心配で、今日本を北上中なんですけど、はい、あの被害の方大丈夫でしょうか ね県外では、うん、被害の方が結構ある感じではあるんですけどね。その台風の影響で、うん、あの甲子園もね、ちょっと1日順延になっちゃって、はいはいはい、あの興南高校の試合も10日の第3試合13時の予定だったのが、うん、11日の13時第3試合に変わって1日、うん、1日順延になってますから、はい。ただ、8月11日なんかあのこの間気づいたんですけど、うん、山の日って高級日になってるんだね。山の日、うん、山の日なのまずそうなんだ、で、うん、高級日、夏休みがスタートする7月のね、うん、あの20日前後の海の日があるじゃん、はい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 、8月11日山の日になってて、へー、で高級日なんだ。なんかカレンダーが赤くなってるけど、あれこんなところに高級日あったっけと思って、うん、見たら山の日になってたよ。へー、初めて知った、うん。その山の日に興南高校がね、智弁和歌山と対決しますんで、はい、強豪なんだよね、うん。で、智弁和歌山と勝ったとしても、はいはい、で別の枠で上がってきそうなのが、うん、大阪桐蔭、うん、あれもね強いっすよ ね、 強いんだよね、本当に。だから、まあ、まあでも最初で強いとこ当たれば、うんうん、まあ、まあ、そうだ ね、あとはトントントンってね、決勝まで優勝までいけるかなみたいなね、うん、期待もしたいと思います。はい。まあレッツ進行級ではね、あの興南高校応援しながら、はい、ね、番組続けたいと思うんですけど、うん、今日はね、第96回目 の、 あの放送で、高橋社長がゲストの予定なんですけど、ね、まだ来られてないという、まだ渋滞に、ね、引っかかってるのか知らないですけど、はい、高橋社長聞いてますかね、聞いてないか、いや多分社長は聞いてないな聞いてないな気をつけてね、向かってほしいなと思うんですけど、はい。まあ、今日は本当にビアガーデンも賑やかな感じでね、うん、
もうゲストこっちから呼んじゃおうかなんかあの、ね、いいですか誰か一人ちょっとピックアップしてっていう感じであの、はい、今日はね、お届けしたいと思いますんで、はい、FM ギノワンレッツ深呼吸、この放送はワインバーセントマリノ、プレミアムウォーター、ビアガーデン B サイドの提供でお送りいたします。ねえ、ゲストさんに今電話かけるそうです。今日の沖縄地方はちょっと風があって、はい、関西勢強い、あ、智弁は強いですね。ブチ選手さんこんにちは。あの、僕カンナムスタイルの人じゃないんですけどちょっとねさっき受けたそうそう、あのジャイアンツカラーっぽいんだよねこれ、オレンジで、うん、あの3本ラインで、あのジャイアンツカラーをちょっと意識して作ったんじゃないかなという。結構ねしっかりして、うん、厚手でいいタオルですよ。いい感じだよね、うん、あ、このままあのジャイアンツの試合応援できるねこれね。これはそれは無理じゃない、ジャイアンツカラーだもん。でも字がね思いっきりこうなんて書かれてるからね社長さんは電話かからないですね、はい、初めて の, あのゲストさんが、ドテキャンっていう感じになりそうな予感が、ね、ちょっとバックレましたねなんか相変わらず高橋社長のキャラクターで、ね、キャラクターぶりを出してますけど、大丈夫ですかね。ブチ選手さんは、まあ、巨人もあのキャンプで沖縄セルラー電話使ってますから、うん、だからこう遠目から見たらだってこれ文字見えないじゃん、あの興南高校って。あ、まあ、遠目で見たらね、うん、遠目で見たらもう、あ、オレンジジャイアンツだっていう。これ、うんうん、この間さ、はい、あの先月か、はい、あの甲子園球場で、うん、巨人阪神戦の試合見に行ったら、うん、ものすごいもうチケット2ヶ月前から完売しちゃうんだよね甲子園って、うん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 、で、もうジャイアンツ側しかなかったから、うん、あのジャイアンツ側にあの仕方なくっていうか座ったんだけど、うん、でもジャイアンツ側って言っても、うん、甲子園球場は、うん、ほぼほぼもう阪神ファンで埋まるから、もう押し寄られてるっていうかね、うんうん、もうジャイアンツの応援団は、うん、もう、レフト側の一部っていうかね、うんうん、そんな感じでだったけど、やっぱ阪神ファンの応援すごいね。うん、阪神はね、関西弁で、うん、まあ、当たり前だけどさ、いつもすごいからね関西は、うん、あれ面白いね阪神ファンは、うん、見に行ってみたい。見に行ったことないから。すごい気合が入ってる。マジですか。俺まあ、電車で向かってる時に、うん、僕の目の前が2人日課ポッカーみたいな感じで、うんうん、阪神のいろんな刺繍がされてて、うん、よくね暴走族がこう後ろに南アムダブツとか、うん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 、登場とかってあるじゃん。南アムダブツはないんじゃない。いやいや初めて聞いたけど暴走族が南アムダブツって。そう。ウケるあんな感じでね、はい、すごい刺繍、じゃタイガース刺繍で、うんうん、目立つね、うん、もうタイガーマスクってアニメがあるじゃん、はいはいはい、タイガーマスクのマスクとかも、うん、いっぱい持参してるわけや、うん、もう応援グッズをたくさん持ってるわけさ、うんうんうん、おっさん二人が、はい、これはこのファンは半端じゃないなと思って、うん、絶対沖縄の宜野座キャンプにも来てるなと思って、はい、声かけたんですよ電車の中で、うんうん、すいませんって言ってから、うん、すごい気合入ってますねって、もちろん沖縄の宜野座キャンプにも来られたんですよねって言ったら、うん、行ったことないって言われてさ、え、マジですかあれだけ気合入ってるね、うん、応援団の人が行ってないっていうぐらいだからあ、まだ半端なんだこれはこのファンはと思って、うんうんうん、そう、やっぱり球場に
足踏み入れたら、うん、その人たちよりももっとすごい人たちがいっぱいいるわけよ、うん、やっぱりね、裾野が広いっていうか、阪神ファン恐るべし、阪神ファン、そうそうそう、ね、あの黄色ばっかりでね、あれで現場仕事してますからね、うん、って言ってる、そうそうそう、そんな感じで、その日はまたカツラウィッグっていうの、カツラ、黄色い、黄色と黒のメッシュが入ったカツラをみんな渡されて、うん、えもしかしてリキさんあれかぶってたの、そうそうそう見た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 、うん、似合ってたし、あれあれさ、だって何万個って用意されてるんだよ多分、うん、入る時に それ渡されるわけ、うん、それかぶって、でモニターで目立った人はアップされて、はい、なんか景品かなんかもらえるわけ、うん、あそうなんだ、うん、そういうショーみたいな、何なのかなと思ってあれ、うん、あ、ブチ選手さんはロッテファンなんだね、ロッテファンなんですね、石垣キャンプは、そうですか、いいですね、うん、今日初めて聞いてくれるのかな、はい、はい、カンナムスタイルですね、ツイキャスでカンナムスタイルの人に似てるってリキさん、はい、ね、レッツ深呼吸、今日もね、はい、FM ギノワンの、スタジオがある屋上の、うん、ビアガーデン B サイドさんからお届けしてます、はい、目の前は本当に東シナ海、もうあと40分ぐらいでもう夕日が綺麗な時間になるんですけど、ね、ここからは茶谷町とか、ね、かなり景色が、ねね、嘉手納あたりまで見えるのかな、ね、結構本当に綺麗に見渡せる感じで、うん、僕らのずっと先には嘉手納飛行場があります、はい、っていうところでお届けしてますけど、はい、ね、ツイキャスの皆さんもコインください。はい、コインちょうだい。あ、今日本当に高橋社長のゲストだったんですけど、はい、そうなんですよね、うん、ちょっと心配ではあるんですけれども、うん、ね、今まで優等生だったのにちゃんと来てくれて、そうそう、もうでも、ね、大丈夫かな、どんなチーカーは何ですか、もう甲子園始まったんだけど、うん、なんか野球興味ある？野球？うん、甲子園ぐらいだな見るの。プロ野球とかは見ない。うん、まあ沖縄は特にね、この高校野球ファンっていうかすごい根強いから、うん、興南高校の試合、うん、まあ11日の、13時かな。うん、もう車が極端に少なくなるもんね。そうですね。でましてや11日ね、高級日になりに当たりそうだから、うんうんうん、もうガラガラだろうね。うん、あ、そう、あ、そうだね。そうそう。そうなんだよ。仕事も暇なんだよね、うん、その日。で、興南高校がすで勝ち進んでいくと、うん、さらにヒートアップしていってね。うん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 、もうお昼の時間帯の試合、第2試合とかやっぱ第3試合あたりだったら、うん、テレビがない食堂には人が入らなくなるからね。あ、はあはあはあ、飯食いながら高校野球応援するから、興南の試合の場合はもうね、うん、テレビがある食堂レストランとかね、うん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 、そういったところはいっぱいになるけどね。そうだよね。この自分たち職場にも真ん中の方にテレビがあるんですけど、うん、もう甲子園とか今やってるじゃないですか、うん、ホームランとか打ったり、今日もね、なんかさよならとか打ってて、うんうん、あれで歓声が上がるじゃないですか、わーってしたらみんな集まってくるんですよなんかすごいなと思って、みんななんかウェアとかいろんなのを見てても、うん、その歓声でバーってテレビのところにみんな集まってくるから、うん、やっぱ全国的にね、甲子園っていうのはさ、高校野球っていうのは、うん、もう全国からこう選抜されてくるから、うんうんうん、県代表とかね、うん、だから、まあ、いろんな、そこの出身の人もいるわけじゃん、はい、うん、特に東京となるともう全国から、ね、集まってくるようなとこだからね、東京、うんうんうん、大阪、福岡って都会はさ、うんうん、その土地のその出身校をみんなでね応援しながら、はい、うんうんうん、さらに燃えるんだよね、うんうん、ねえ、みんなこれなんか楽しい、とっても熱くなるんですよね、楽しいよね、ワクワクするしね、うん、なんでしょうね、あの気持ちね、
うん、だから、まあ、あの地元応援みたいな感じでみんなやるからさ、うん、しかもいつも甲子園とか見てて思うんだけど、うん、みんななんだろう、あ、自分より年下なんだよなって思ってしまう。意味わかります？いやいや、そうじゃ、だっていや、そうなんだけどなんかな、あの頑張ってる姿がなのかな、うん、もうなんていうのかな、高校生とかに見えなくて、うん、もうなんか自分より上の気分で見てるわけ。でも、あ、なんかこの子たちまだ高校生なんだよなと思ったらすごいなと思って、あの凛々しく見えるって感じ。そう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 、この頑張りが、うん、そうだよね、うん、すごいです本当に。まあ、だからそういう一生懸命さ見ることによって感動を与えるしさ、ね、好感持てるんだよね、あの、うん、一生懸命さ、うん、ヘッドスライディングしてさ、うん、もう涙流したりいろいろね、喜怒哀楽で、うんうんうん、まあ、ある意味残酷な部分もあったりとかさ、うん、ね、自分のせいで負けたとかさ、あ、まあね、あれ残酷だよね、うん、もうなんか一生傷を背負って、ね、人生を送るのかなと思いきや、うんうん、でも高校野球ってやっぱりそうじゃなくてね、うん、やっぱりみんなあの一つになってっていう感じだから、そうそうそう、誰のせいってないからね、うん、それをあのね、うん、誰かにね、その負けたあれを押し付けるとかっていうのはないんだよね、うんうん、そうそうそう、まあ、だけどなんかかわいそうだなって思ったりするよね。あ、ちょっとしたエラーだとかさ、落ち込んでるんだろうなとかね、一応まあ思いはするけどねまあまあ、これもね、あの人生の中でね、うん、一つの、まあ、社会人になって、まあ、成長する糧になるかもしれないしね、うん、これが勝負の世界だからね、うんうんうん、まあ、高校野球始まったってことですごく楽しみで、はい、あの新聞にこの分かる君、トーナメントのこのあるじゃん、うんうん、何日第何試合何とかなとか、うん、あれ全部切り取って、うん、俺貼ってあるからね、壁に。へえ、どこが買っていくかっていうのを、うん、あのマーカーつけながら。へえ、通だね、すごいねこれも楽しみだから。へえ、そこまでどこが勝ち進んできたって言ってさ、うん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 、あれもね一つの楽しみなんだよね。あ、でもいいねそういうのね、うん、まあ皆さんもね、あの高校野球ね、楽しみながら、いろんな楽しみ方があると思うんだけどね、はい、あの賭博はいけないですよ、賭博はあ、ね、そうそうそう、ね、あのギノワンスタイルです、確かに。で、社長も音信不通です今あ、社長なんか連絡あったみたいです。あ、本当？はい、ちょっと着信がありましたね、向かわれてるのか。じゃあ遅れるってこと、まあ、無事っていうことですね、とりあえず無事ということです、はい、じゃあ社長無事だそうです、はい、遅れてくるそうなんで、あ、よかったね。でですね、もう本当に、うん、本当は社長が来てからちょっと、うん、あのお渡ししようかなと思ったんですけど、うん、うちの力ちゃん、お、8月5日誕生日だったっていうことで、あ、僕、はい、カンナムスタイル、はい、カンナムスタイルですよ今日のちょっとサングラスに合うんじゃないですかね今日、はい、これ社長と私から誕生日プレゼントです。わ、ありがとう、おめでとうございます。ありがとう、はい、あ、マジで開けてください。あ、ちょっと開けようね、はい。これはじゃあ、あのツイキャスの方は、ね、そうですね、ツイキャスの方は見れるけど、で見えてますけど、はい、そうじゃない方、今ね、まで聞いてる方、うん、ちょっと今実況、はい、開けてます、プレゼント開けてます。まあ夏なんでね、もしかして、はい、夏なのでちょっとサングラスに合うかなと思って、ーオークリーの帽子ですね、キャップ、かっこいいんじゃない？かっこいいの、いいんじゃない？これちょっとかっこいいでしょ？オークリーのキャップ、うん、あららら、オークリーのキャップですね。どうですかね、俺頭でかいよ。大丈夫大丈夫、絶対入る。これ前回、これ何、あ、フリースタイルかな、フリーサイズ、うん、いけると思う。あ、全然いけるでしょ。あ、入る、いいねいいね、入るね、かっこいいかっこいい、似合ってる。あ、通気性もいいし、いいんじゃない？ありがとう。はい。おー、いいね、かっこいいっす。あ、いいね、ちょっとグラさんと合ってる合ってる。合ってる？うん。いい感じ。おめでとうございます。あ、ありがとうございます。はい、ちょうどまた来週、再来週、今月の末に2年ぶりのゴルフがあるんだよね。いや、そうなんですか。しかも熊本で。2年、え？県外で？そうそうそう。昨日決まったんだけど。2年
もやってなくて大丈夫ですか。だからもうこのあと2週間で、うんうん、あの2年のブランクを取り戻すために練習しないといけないから、うんうん、今日あの早速朝5時半から、はい、ちょっと長めのウォーキングしたら、うん、非常に疲れたっていうかもうゴルフはねずっと歩くから移動だから、もう今朝6時半からちょっとバテてたね。うん、もうねあの、まあ、沖縄の暑さはやっぱバカにしちゃいけないから、うんうんうん、あの日が昇る前に、うんうん、あの運動してこないと。そうですよ、もう今ね、うん、日中本当に大変ですよ。ちょうど終えた頃が6時半ぐらいだったんだけど、うんうん、もうやっぱり日が昇ってきたらもう日差しがこう当たったら暑くなるんだよね。うん、もう薄暗い時間から5時半ぐらいからあのちょっとストレッチしながら、うんうんうん、でウォーキングして、うん、それぐらいの時間帯がね、うん、今本当に、うん、だって今ゴルフとかもね、うん、あのコースはやっぱりもうみんな朝から昼ぐらいに終わってやっぱ日中はあまりいないみたいです。うん、うんうん、そうなんだよ。だから、うん、あの年配の方もやっぱり熱中症になったりとか、うんうんうん、あの救急車で運ばれたりするから、うん、あの夏場はねなかなかゴルフしない人が多くて、うんうんうん、夏場のプレー代っていうのはあの、うん、安いんだよ。あーそっかそっかそっか、ね、値引きしてる。うん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 、うん、あ分かるでしょ、もう追加も そうですね、その業界に、うん、ね、あだからそうですね、そう、うんうんうん、内さんもゴルフやるんですかね。ね、まあ、こういう時はねみんな夏バテしないようにぬちます舐めながらね、うん、韓国のジャイアンツファン何ですか。やっぱカンナムスタイルだからさ、うん、大栗とかさすが社長って入ってます。似合ってますよ力さん。このサングラスもさ、うん、本当に衝動買いみたいな形で最近買ったの。そうそうそう、あでも確かにね今正面からちゃんと見たけどカンナムだねなってるね、なってるなってるなってる、確かにカンナムスタイル、やばいな。もういいね、今年の夏はじゃあそれでいこうか。うん、いいと思う、うん、若く見えるよ。オッケー、うん、ところで社長はどこ行ってんの。え、社長はもうすぐ着くってこと。あ、着信がありますね、うん、ちょっとじゃあ生でかけてみますか。ああ今電話してみるってことですね。はい、はい、じゃあゲストさんが来ないんですよ、うん、じゃあチカがあの高橋社長に、電話してる間にね、どの情報を話そうかな。はいはいはい、今駐車場に着いたって。駐車場に着いたところですね。相変わらずマイペースでしたね。ああいいですね高橋社長ねマイペースでいいな、はい、もうこれぐらい自由の方がね、うんうん、今日のでも高橋社長のテーマって覚えてるちいか。今日は何の話するんだっけ。今日は何でしたかね何でしたかね。潮の不思議じゃないな。あそうだよ、潮の不思議じゃなかったです。人類の誕生じゃなかった。あ潮の不思議が前回で、うん、そうです、今回が人類の誕生からだ、うん、ああその話ね。はい、はい、もうなかなかね高橋社長はあの物理学者で、すごい研究 してる方なんで、うん、あの話が面白いんだよね。そうなんですよ、うん、なかなか、普段聞けない話が聞けるんで、うん、貴重です貴重、うん、本当に。だからまあ、チーカーも実践してる、女性の体が海になるっていうね。そうですね、うんうん、本当にもう大昔考えてみたら、うん、もう 何百年前何千年前とかは、うん、あ来ましたね。やっぱり女性って生理用品がなかった時代ですから ね、はい、うん、社長も人がいっぱいいるからびっくりします、はい、はい、社長はい社長こっちですね、こっちですよ、こっちこっち、はい、お疲れ様です。まあ無事で何よりです大丈夫かなと思ってもう慌てて事故ったらどうしようかなと思って心配してました。はい、高速使い慣れると、はい、那覇まで何十分だから、マイクを那覇まで何分だから、はい、うん、昨日は何分だなと思ったら、はい、高速の効果がここないのよ。ないですよ、昔からないですよインターないですよ。すいませんでしたいえいえ、はい、大丈夫ですよ、この番組は全然そういうのも OK なんで、自由な番組それも含めてライブ感を楽しんでてますから、はいはい、もう社長遅いから、社長
ありがとうございます、はい、素敵な帽子すみませんでしたいやもう、もう先に渡しました、ね、はい、バースデープレゼント社長と私からということで素敵かどうかわからんけどありがとうございます。なんかあの韓国 の、 あのスターに似てるらしいんですよ、このサングラスとこの帽子で。チャリタレあのカンナムスタイルっていうあの韓国のどんな人なんですか。いやでもこんな人です。こんな人こんな人です。こんな感じであの踊ったりする人ですね。踊って歌う人。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。今日またね8月8日で彼女が選んだからいいのだった。はい。一応頑張りましたよ。ありがとうね。はい、いえいえ。はい。いやもう8月8日の末広がりで満月の日にまたねバースデープレゼントももらって。はい。これ大事に使わせてもらいます、うん、上等上等。今日も8月8日なんだ、はい、8月8日なんだね。満月ですよね。満月なんだね、うん、満月なの、はい、満月って言ってましたよ。俺もいつも暗くなると寝てるもんだから好きなんて興味ないか興味ないか月見てなくてでところで今日はあの社長あの、人類の誕生でしたっけテーマ、はいうんはい、についてお話っていうことでしたね。人類の誕生と、うん、はい。まあ、早速あのそうですね、ね、あの時間も時間も時間なので早速、うん、はい、貴重なお話をそろそろ CM 時間ですけどね、はい、CM 行ってからにしましょうか。行ってからにしましょうか。 CM 入ります。 CM 入ってから、はい、あの、はい、そのたっぷりね、はい、お話してもらいましょう。はい、どうもすいませんでした。いえいえあのツイキャスの皆さんはそのままあ、そうですね、はい、聞こえてるからあの、はい、まあ、初めて見る方はあの、はい、さっきのはい、はい、ヌーナトーガヤと思ってヌーナトーガヤってあのツイキャス初めて見る方はあのこの親父誰かなって思ってるかもしれないですけど今ウーロン茶一気だからね。はい、あのはい、はい、沖縄でね有名なあのヌチマスっていうあの、はい、奇跡の塩、うん、モンドセレクションとか、文部科学大臣賞とかいろんな賞をいただいてるあのヌチマスっていう塩を作られてる会社の社長です、うん、高井社長です。高井社長、はい、よろしくお願いいたします。であの毎月ね月1回あのゲストとしてお見えになって、はい、うん、いろいろあの専門的な話をね、はい、してもらってますね。うん、貴重な話ですね、うん。これ映ってる。はい、CM 開けましたね。はい、まあ本日もお越しいただきましてありがとうございます。はい、あ、そうなんです。あ、そういうこと、はい、今入ってまだツイキャスってまだ、あ、まだ CM 中。 CM 中。あ、そうなの。あ、なんかブチ選手さんヌチマスお世話になってますって使ってくれてるんですかね。 ありがとうございます。ありがとうございます。いいですよね、体にいいし。はい、ありがとうございます、はい、ブチ選手。ブチ選手どこの方ですかねはい、うん、どちらのご出身でしょうか。でもロッテファンって言ってたからね、多分千葉あたりかなっていう。そうです、多分沖縄ではないですね。千葉県かな、もしかしたら。でもね、ヌチマス使ってくれてるって嬉しいですね。ね、うん、そっか、石垣でまたね、うん、また塩もあるけど、ありがとうございます。はい、ということで、はい、FM ギナマンレッツ深呼吸、今日のゲストは、株式会社ヌチマースの高井社長、うん、ね、はい、メンソーレ、月1回の、ゲスト出演でございます。はい、まあ、いろいろこの近くにインターチェンジがなかったからってことでちょっと遅刻しちゃったんですけどだいぶ前からないんですけどねやっちまったね。いや、こっちに用事なかったんだよね、うん、やっちまったね社長すいませんねすいませんでした、まあ、社長どうもありがとうございます。プレゼントね、うん、あのオークリーのキャップいただきまして、チーターもありがとうございます、はい、ナイスです。あの今日はね、はい、まあ、人類の誕生ということで、うん、はい、社長の方からあのまた、お話しいただきたいんですけど、はい、そう、はい、要するにですね、はい、なんでヌチマースが必要かと、うんうんうん、でなんで毎日僕は塩食べてるかと、はい、あんな健康に悪いのに、うん、みんな健康に悪いって言ってるじゃない。健康に悪い塩って、うん、で言われてる塩を、うん、なんで毎日取ってるかと、うん、それ考えたことないですよね。ないですね。ないですね。そんな暇じゃないですよね。まあそうですね、うんうん、私は暇だらけなんでそんなことしか考えて生きてこなかったんですよ。そうなるとですね、はい、まあ、あの生命が海で誕生して、うん、で海でその進化して、うん、